桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄ジュニア、全国ラーメン巡りの巻。桃太郎電鉄ジュニア、全国ラーメン巡りの巻は、ハドソンが1998年7月31日に発売したゲームボーイ用ボードゲーム、桃太郎電鉄シリーズ第8作。イベントやマップデートなど本編に関する内容は7の異色と言っても良いが、 長野オリンピックが終了したことで一部の物件が差し替えられたほか、スリの銀次の変装パターンも7とは異なっているなど、いくつかの相違点はある。本作の大きな特徴は、以降の作品では、お馴染みとなったバラエティゲームが登場した点で、サブタイトルの全国ラーメン巡りの巻もこれを指している。副題にちなみ、ラーメンチェーン店。 ラーメン館と大アップしたキャンペーンが行われた。スタート地点は通常のモードと同じ東京駅で年数は99年で固定だが全ての目的地を巡回するとその時点で終了。資産の多いプレイヤーが勝ちとなる。また全ての目的地が順番を含めて最初から明かされており、目的地選択画面の時に一斉表示されているのも特徴。ただし、 すごろくの旅だけはルールが根底から特殊である。なお、通常のモードで目的地にならない駅は大きな駅舎で表示されていない。ありがとうございます。